広さが伝わってくる気がしました。皆さんに伝える言葉もそんな風に直接的じゃなくても、深く胸に何かを感じさせるものであったらと願いたい。そう、ゴッホの絵のように。沖縄県北谷町 FM 二来から今日は生放送でお送りしています、山田みなみワンダフルワールド。この番組へのお便りは fm792@fm-nirai.jp、 FM 二来のホームページからリクエストを検索し、山田みなみワンダフルワールド、またはまだまだ続きます夏山田みなみ宛にお便りください。それでは番組の最後までお付き合いください。もし私が沖縄ではなくどこか別の土地に生まれ育っていたら、言葉を伝えることを仕事にしていただろうかと思うことがあります。普段何気なく使っている言葉、私にとって言葉を伝えることは仕事というよりも生きることすべてにつながっている気がして、それは私が沖縄で生まれ育ったことと深く結びついているように思います。山田みなみワンダフルワールド。ランチの前のひととき、ちょっと幸せを発見したりきっかけを見つけてほしいという思いを込めて番組をお送りします。この後11時50分まで生放送でお楽しみください。それでは、あ、その前にすいませんこの番組のスポンサーを紹介してから曲に移りたいと思います。この番組はオリジナルプリントウェア、マトエンタープライズ、戸口スポーツ、ジャンボステーキ、ハンズの提供でお送りします。さあ、それでは本日の南伊豆セレクションを紹介します。今日は、最終週ということでミュージックラインナップも進めていきますよね。はい、はい、それでは最初の曲をお届けしたいと思います。ピンクで Just Like Fire。これはかかってないですね。はい、ピンクはかかりましたけど、これはかかってないですね。あ、ピンク、うん、前ピンクかけてん、いつだったかな。最近はダイアナロスが多かったです、ね、6月後半、6月後半にかけたピンク何かな。そうですね、これアリス・イン・ワンダーランドの歌です。Just like fire.ウチナー口で歌うチャンプルーミクスチャー。 Don't let me get me Don't、 あ、この歌ですか。うん、前 Don't、 7月11日。7月、うん、Don't let、7月の9日に流してます、うん、
あああれだ、あれは CD から流したやつだ、うん、そうそうそう、最新のやつって言って、そうそう、どうしたんですか急に。え、なんでですか。ん、なんでですか。いや、この CD 自分持ってて。ああ、そっか、言ってましたね、うん、なんでこのあれ買ったって聞かれて、うん、特にこの人よりもなんかジャケットがあすぐ目に入ってきて、このプロモも面白いですよ。あ、一応アリス・イン・ワンダーランドが入ってはいるんですけど、うん、面白い。途中あのチャーリーも出て、チャーリーじゃない、 あいつ、うん、なんとかさ、ジャック・バウアーじゃなくて、ジョニー・デップか、ジョニー・デップ、あジョニーも出てくるし面白い。うーん、なんか実際にこのプロモだけど、コマ、あれじゃないですか、アリス・イン・ワンダーランドって。お届けした曲はピンクで Just Like Fire でした。じゃあ僕次書きます。はい、次は林ゆき、うん、勇気でストロベリーナイト。うん、てか私のフェイバリット集がなくなってる、すごくショック。懸賞金2等に当たりました、900万円受け取り、うん、っていうこのメールが1日3回から4回必ず入ってくるわけ、うん、消すんだけどどんどん入ってきて、あで受け取りにならない場合は、うん、あの辞典の人になんとかかんとみたいな、うん、で消しても消しても来るから、ただ900万円当たりました、うん、ここにクリックしてくださいってこのアドレスがいろいろ出るんだけど、はい、こんなの来たことある？懸賞金はでも何回もは来ないですけど一応ありますよ。でネットで検索したわけ、この文字を入れたら、うん、同じようにそれを自分のところにも送られてきたっていう人があって、うん、で無視してたらいいですよって、うん、絶対これはこんなうまい話世の中にないですよ、うん、でもこれ欲しい人が見たら絶対ここ押すなと思う。あ、クリック、クリックする。あー、もうお金が必要とか、なんか上にはさ、ヤフー楽天の、うん、あのでチェック検索入れる方に限ってなんか当選しました。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。そんな美味しい話はないと思いますね。ないね。ないというか、もう 100% 疑った方がいいと思います。あなたのスマホに入ってきませんか？900万円当たりました。あ、でも皆さんあると思いますよ、うん、それが1位じゃなくて、うん、1等じゃなくて2等になってるわけ、うん、あー、2等、へえ、うん、でも2等って言われてもね、そこまで読まないかな私は。読まない？うん、900万とかそういう高額な金額がメールで送られてくるっていうか、その当たりましたっていう時点でない、うん、ないなって思うかな。これ前話したんですけど、イギリスで、はい、この宝くじの当選獲得で、はい、その売り場に行った時に、うん、女性がね、はい、行った時になんかそわそわして、うん、もう時間がない時間がないって言って、うん、でそこで男性がどうしたのって言って、ここからちょっと用事があって、うん、ちょっと早めに行かないといけないけど、どうしてもここでなんか当たるような気がして、じゃあ先どうぞって、うん、男性が場所を譲ったらしいんですよ、はい、そしてその後彼女は、まあ、連続番号で数十枚買って、うん、でその当選の日を
迎えたら、うん、なんとですよ、20億、はい、日本円に換算すると、うん、お20億ですよ。そこで彼女思ったんですよ、はい、この当選の中にひょっとしたら彼が投資番号で買ってたかもしれないと、うん、ひょっとすると、うん、それを権利を私は奪ったかもしれない、うん、だからお礼がしたいというので、はい、ロンドンのですね、新聞にその掲載したらしいんですよ、うん、私そしたら来るわ来るわ、うん、そうですよね、うん、俺俺俺ってで、やっぱり顔見てるから、うん、全部違う違う違うって、うん、で結局現れなかった。あ、だからいろんな慈善団体から寄付してください、ああしてくださいっていうのがあったけど、いや彼女はそれでももう一回出した、うん、広告、うん、でも結構集まった人数は前よりは多くなかったんだけど、やっぱり数90名100名に近い人数が来て、うん、全部違う違う違う、うん、でもう3回目これで現れなかったらっていうので、はい、また応募出したら、うん、ちゃんと出てきたらしいんですよ。なんかこの話聞いた気がする。そう、前話しましたよで、はい、ね、結局この紳士は私受け取らない、うん、なんちゅうアホって言ってあ、アホバカってバカもう絶対後悔するよみたいな。そうですよね、まあお金には変えられない何かがあるんじゃないですか。 うん、彼女20億のうちですね、うん、その20分の1の1億円を彼にあげたいって言ってたんです、うん、それ一銭も受け取らないと、うん、はっさびようって感じですよね。はっさびようですね、うん、でそういうのがあって、うん、で僕たまたま、うん、2ヶ月前に車運転しようと思ったら、うん、助手席に、うん、蜘蛛の巣が張ってて、はい、これも話しましたよ、はい、それで宝くじ生まれて初めて買いに行った話もしましたよ、うん、聞いてないですか。うん、聞いたかな、わかんないです。わかんないです、はい、買ったんですよ、はい、どうなったんですか。は、見事外れました。あ、1枚だけですか。はい、1枚だけ。もちろん。じゃあそれをもしかしたらその展開があるかなとかいろいろ考えたわけですね。もうあの日本中の皆さん同じようなこと考えてると思いますよ、ね、もしかしたらこの1枚この1枚がね、はい、7000万、うん、ところがですよ、はい、あれネットで番号が出るんですよね、うん、ネットで当選番号が、うん、ネットかな、ネットで出てましたよ。あ、はー、で見たらですよ、うん、なんと、うん、一番違いで、うん、一番違いでね、うん、7000円、うん、違うものは違うんです。一番違い、うん、だから思いましたよ僕は、うん、せめて2枚3枚ぐらい買ってたらよかった。あ、それは後だったんですか。後の番号、もう後、あ、その連続番号ね、その次の番号だったんです。うん、組もちゃんと当たってました。いや組とかじゃなくて、なんかその番号、え、組ってあれ組もじゃないんですか。組と、あと下2桁の何番みたいのがあるんです。あ、はい、88番、うん、2話とか、自分その80もなんか1個だけ。あ、でもお正月はあれがあるじゃないですか、はがき、年賀はがきの宝くじというか、はい、ありますよね、はい、プラスこういろんなショッピングセンターに行ったら、うん、その下2桁が77だったら何パーオフとか、はいはいはい、ありました、うん、私それでペン買いましたマイペン、一生使うであろうマイペン。すごいじゃないですか。そうなんです、なかなか着実にこの横島のチャーリーおじさんと違って堅実に。ちょっと見せてください。え、はい、ちゃんとレザーのこれはペンなんですよ。すごい素敵。あ、本当ですか、はあ、そうそうそう、これを買いました、ね、っていう、はい、私の宝くじ、はい、皆さんね、メールいろんな最近、来ますけど、はい、ね、今日はチャーリーさん、はい、お友達を連れてきてるんですよね。はい、ミュージシャンの方、すごく素敵な、はい、はい、じゃあちょっとお呼びしてもいいんですか。いいですよ。今回ですね、はい、じゃあお名前ご紹介しますね、はい、千葉名辰美さんという、アーティストの方にお越しいただいています。はい、はい、なんか読谷村出身、はい、これはあのチャリさん出会いは何があったんですか。いや、どういうきっかけ。フェイスブックで、うん、ですね、うん、僕こういうしてますっていう、はい、こう連絡があったんですよ。あ、なるほど。お
てっきり僕は、はい、海っていうのがついてるんで、あ、うん、素敵な女性の方だなと思って。あ、私も思いました。で、はい、開いたら、うん、なんか生きてるお兄ちゃんが出てきたので削除しようかなと思って削除しなかったから良かったですね。はい、じゃあ改めて紹介します、はい、はい、千葉菜辰美さんです。ようこそ。はい、さい、山田さん、そしてチャーリーさん、ウリカラ、はい、FM ニライウチチミシェルグスーヨー、ハジミティウガナビラワンネユンタンジャカラチャービタン、千葉菜辰美ンディイチョイビンミシッチョティクミシェビリ、よろしくお願いします。おー、よろしくお願いします。はい、すごい、あの、私今日本語で大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。ここからうちなぐちじゃなくても大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。ちょっと FM ニライさんね、島クトゥバに力を入れてらっしゃるので、ちょっと挨拶を最初にうちな口でさせていただきましたけども。すごい、これはあれですか、これ毎回このうちな口で挨拶をやってるんですか？まず場所によってですね。場所によって変えたり、はい、へー、そうなんですね。辰美さん本名ですか？そうですね、千葉菜辰美本名です。うーん、龍の海と書きます。はい、あ、本当いい、女性って間違えられます？いや、間違えられたことはないですか？写真付きで大体ね、あ、出てるのであれですけど。はい、で、なんか写真を見ると、なんだこれ、ストリート系じゃなくてロック系？そうですね、もともとミクスチャーロックをやっていたんですけど、うん、はい、4年前からもソロで、アコースティックな活動で中心にやってます。あ、こういう音楽活動は、はい、どれくらいやってるんですか今？一番最初にバンドで CD 出したのが99年なんで、うん、もう15年以上なるかなと思います。いくつぐらいの時？20歳ぐらいの時ですね。あ、はい、なるほど。で、そこから、その時はあれですか、グループ？そうですね、最初バンドでやってて、で、デューティーフリーショップというバンドだったんですけど。え、 DFS？ そうそうそう、まだ DFS があそこにない時だったんですけど。すごい。まあ、デューティーフリーショップというバンドやってて、はい、でその後解散して、中国の方に1年留学して、で向こうでピンウェイチーシエンという、北京でまたバンド活動をして、うん、はい、で帰ってきて、でまた角膜釈迦っていう沖縄のラッパーと一緒に、はい、2人でユニットやって、うん、でそれを経て、4年前からソロで千葉菜辰美名義でやっております。角膜釈迦さん、お元気ですか？元気です、元気です。はい、最近二元式というユニットやってますね。あー、はい、あの AU の CM のソングでおなじみの、うん、あのラップの方の彼とユニットやってました。あ、じゃあもともとは千葉菜さんが一緒にやってたんですね。そうですね、はい、へー、前あの加藤時子さんとか来て、うん、はいはいはい、一緒にやってたんです。そうですね、イベントとかもやったり、はい、海の方でよくやられたり。そうですね、はい、してたもん。甘くまでやっております。甘くまでやってるっていいですね。はい、うーん、今回は、シングルが発売になったと、はい、8月13日に、はい、海なりの島というニューシングルが出ました。おー、よろしくお願いします。これがね、あの歌詞がうちなぐちなんですよ。はい、はい、そうそう、それでちょっとあの先ほどもうちなぐちで挨拶させていただいたんですけど。なるほど。これは作詞も、はい、作詞作曲アレンジすべて僕がやっております。これってこのなんだろう、歌を作るその作業ってお自宅でやるんですか？そうですね、自宅で全部やってます。自分で、はい、へー、レコーディングとかも、住んでるのは今女村なんですけど、うん、はい、まあ、スタジオっていうほどのもんではないです。自宅で全て、はい、はい、すごいな。へえ、あら、どういう感じの曲なんですか？今回は音楽としてはちょっと ラテンテイストな感じの曲調で、はい、でまあ歌詞がうちなぐちなので、うん、三線とか琉球音階は入ってないんですけど、うん、まあ、自然に沖縄っぽい感じのものになったかなという。うん、わざわざスタジオに持ってきてもらったので。はい。はい、じゃあちょっと、ぜひ。そうですね。はい。よろしくお願いします。YouTube とかで曲いくつか聞いたんですけど、うん、なんか元気になる曲です、ね。おお、はい。元気になるような曲。名前の中に海が入っているので、はい、のなんかキーワードになる海って再生とか誕生とか、うん、そういった部分が。なんか自分の中にはあって、うん、それがもうビチビチ伝わってくるような曲
そうなんですね。辰巳さん、はい、ですか。大丈夫です。はい、あ、そしたら、知花さんに曲の紹介を知っていただいてから、ね、はい、曲流しましょうかね。はい、OK です。それでは、はい、いいですか。します。はい、はい、8月13日に出たばっかりのニューシングルを聴いてください。知花辰巳で海鳴りの島。これ、外では曲は、あ、OK ですよ。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。改めまして、すいませんね、はい、素敵な、すごいですね、こんな抜き打ちな感じで。スリリングです。あ、いただきます。ありがとうございます。最近から戻してます。あ、こういう風にちょっと、ちょっと今曲が終わってるので、はい、知花辰巳さんで海鳴りの島をお届けしました。ありがとうございます。はい、なんかいろいろ突っ込みたいというか、ですよね、はい、質問したいんですよね。何でも聞いてください。あ、本当ですか。あの、知花さん、はい、浦島太郎って言いますよね。浦島太郎、はい、うん、この話どう思います。え、浦島太郎の何についてですか。いや、僕はね、この、あの、今日いろいろパンフレットもらったんですけど、はい、海鳴りの島とか知花、はい、辰巳ニューシングルっていうのがね、なんかパッと、はい、なんか浦島太郎みたいな、浦島太郎っていう感じのですね、イメージ、うん、あれですかね、 CM の海の声とかそういう、そんな感じ、ね、字面的にちょっと海が入ってて連想するところもあるのかな。海鳴りの、あー、あー、なんかなんとなく言ってることは分かります。あのね、はい、ほら、まあ、全然今の曲とは関係ないんだけど、うん、この浦島太郎さん、亀を助けて竜宮城に行って、うん、その後乙姫さんから玉手箱をもらって、うん、まあ、帰るという、はい、ストーリーの中で、はい、なんで、この玉手箱、はい、開けちゃダメな玉手箱と、うん、を渡したのかなっていうのが、うん、ちょっと疑問で、うん、試したかった
ったんですよね。え、浦島さんも。うん。開けるか開けないか。あ、じゃないんですか。それは俺初めて聞いた。え？あ、そういう。この人は開けないと信じてるみたいな。あ、乙姫が。うん。なうんってなんかおまけ付きだったんですかね。あ、もし開けないでいた暁にはみたいなのもあったんですかね。うん、この人は堅実だみたいな。堅実だ、うん、で開けてしまってやっぱり人間はダメねみたいな、うん、ね、そういうことなのかどうなのか僕もちょっと今適当に言いましたけどすいません合わせてきました今、はいはい、ね、なんかこういった、はい、不思議なことって世の中結構たくさんあるじゃないですか、はいはいはい、ね、まあ、そういった部分の中で、うん、あのこういったね、自分も何年か前には出会ってたかもしれないんですけど、うん、ね、実際今 SNS っていう、ね、はいはいはい、最強の情報システムがあって、うん、全くこう関わりのない人同士がいろんな形でこうやって関わるっていう部分の中にもやっぱり曲っていうの、出てきた送られてきたプロフィールの中に、はいはいはい、プロモーションの、うん、このアクセスするものが載ってたんですけど、はいはい、あれ押したら、はい、載ってなかったんですよ、デリートされてて。あ、そうなんですか、はい、ファイヤーあれじゃなかったですか。ファイヤー、じゃあ期限があれだったのかな。そうなんです、切れてたんですかね、はい、それだから余計気になってしまう、はい、そうなんですね、ごめんなさい、じゃあ、言っていただければもう送り直したんですけど、すいません。いや、はい、なんですかこの場でその話は。いいんじゃないですか。だからこそ、はい、なんか気になって、うん、あ、じゃあ今日はじゃあ資料も音源も初聞きな状態だったっていうことですね。であれでこう見れなかったので、はい、ちょっと気になって自分なりにちょっと検索して、はい、ありがとうございます、はい、なるほど、私は初でした。ありがとうございます、はい、でこの内縄口でこういうミクスチャーな歌を作ろうって思ったきっかけというか、うん、この なぜ内縄口にしたんですか。もともとバンドの頃から、うん、その内縄口を歌詞には入れてたんですよ。でもその時もともと喋れない世代だから、うん、まあ、普通に日常会話の中に出てくるちょっと内縄口ワードを、うん、まあ、一言二言入れるような感じで最初はこう歌詞書いてたら、それ面白いって言われて、うん、こうちゃんと作ったらなんか売りになるんじゃないかなと思って、それから内縄口をちょっと意識して入れていくようにしたんですよ。でそれがもう10もうそうですね14年5年ぐらい前の話で、でも読谷結構はい喋りません、はい、いやーでももう僕ら世代はでヤンキーの人たちはねまだ喋るんですけど、うちはもうだから僕も真面目なタイプだし、おばとかと同居でもなかったんで、あ、まあ、僕は真面目なタイプってなんか、まあ流して良いのか、はい、うん、まあ、どうなのかちょっと、はい、ちょっとね髪型を見て真面目かっていうと、そうですね、まあ、はいはい、なんでちょっとはい、はい、まあ、それは、ね、それを勉強して内縄口を、はい、うん、まあ、そのうちちゃんと全部書きたいなっていう思いがあって、あ、なるほど、今日は結構時間かかりました、はい、ですよね。でも音楽特集なんですよ、あ、月最終、はい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 、はい、で今日はあの千葉さんの曲かけたので、うん、いくつかね、はい、曲自分たちで選曲した曲もかけながら聴きながらですね、はいはい、ちょっと自分の歌と、はい、また自分の曲一番大好きだと思うんだけど、うんうん、それ以外にね、またあこういった曲好きだねっていうのがあったらですね、はい、また聴かせてくださいね。わかりました。1曲目は南水セレクションだったので2曲目、はい、そうですね、今度はチャーリーさんのセレクトで、はい、ちなみに普段は千葉野さんどんな曲聴きますか。今ワールドミュージックが好き で特に今年台湾に行ったんですよ。それで、はい、ちょっと台湾の原住民 あのミュージシャンと一緒にライブする機会とかがあって、はい、今向こうのだからアミ族とかパイワン族とかたくさんいるんですけど、もしかして魂さん一緒でした。あ、一緒でした、一緒でした。そのプロジェクト当初音楽祭っていう向こうの交流事業みたいなやつで行って、はい、10日間滞在して、うん、それですごく台湾のミュージシャンの今音楽毎日聴いてます。へえ。私台湾のかわかんないですけど、1曲だけ台湾に行った時に、うん、タクシーで流れてた曲がすごい思い出に残ってるやつありますけどね。誰だろう。後で教えます。はい。はい、じゃあ今度は、はい、チャーリーさんの選曲をかけましょうか、はい、これは林ゆうきさん、はい、聞いたことありますでしょうか。林ゆうきさん、はい、曲聞いたらわかるかな。林ゆうき、ソルベリーナイト。なんだろう、何の歌ですか。
あ、そうなんですね。これは魂さんです。これは台湾のそのちょっと似てますね。ちょっと似てるかな。イケメンですよ。そう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 、クリンバー、そうそうそう、先輩です。え、ルミタンの、はい、あった、それこそこの1個下です。本当に、はい、キロロ、それこそ自分で、それこそでトランスボーンですか。あれはたけしさんです。それはソウェ高校じゃなくてユナイテッドナムジャーネーション。ソウェ高校の方は合ってますよね。私合ってない。あ、そうか、この間のあれの時ユミタンの合ってるし、ユーバンタのやつ、はいはい、結構来て。あ、そうですよね、はい、タケさん先輩です。タケさんは結構上なんですけど、読谷って多いですね。そうですね、読谷音楽どころですよ。アーティストが多い。そして告知入っていきましょう。はい、で山田さんの選曲、私の選曲いいですか。はい、じゃあ私の紹介入れて行きましょう。お届けした曲は林由紀ストロベリーナイト。聞いたことないですか。ないです。あの竹内結子のストロベリーナイトのサウンドトラックなんですけど、これね、サウンドトラックだったかっていう感じなんですけどね。林由紀さん、で林由紀さんは、まあ、この曲とか、うん、それから、ホライズンとかですね、うん、まあ歌詞はないんだけど、うん、イージーリスニングの曲をいろいろ手掛けていて、うん、結構言葉を聞く気が少し聞かないで休みたい時に解いた、聞いてて気持ちよくなる。あの寝る前とかいいかもしれないですね。それから今からなんかやるぞみたいな時、おお、なんかちょっとだけ、うん、なんかムカついた時、いろんな感情の時にじゃあ聞けますね。聞けますよ、はい、これから何かをしたい時とかですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さあ、はい、僕ですね、今辰巳さんから、うん、台湾ライブナイトっていうことで、ラブナイトですね、台湾ラブナイト。あ、僕なんて言いました、ライブって言いました。はい、オーが抜けてましたね。じゃあ、イベントがあるということで告知をお願いします。はい、はい、9月28日にですね、はい、沖縄市のオトラクの方で、うん、ライブがあります。で、はい、先ほどちらっと言ったんですけど、その台湾の、うん、原住民でパイワン族の、ミュージシャンバライという人がいるんですけど、うん、今回その東昇音楽祭で僕らが、富山隆文さんとか僕とか一緒に行って交流した時に会った、うん、ミュージシャンで、はい、すごく最高なんですけど、その人が来るんですよ。で、一緒にライブをやります。9月28日沖縄市オトラクの方ですね、ぜひ遊びに来てほしいと思います。このバライさん、はい、バライというミュージシャンですね。バライさんかっこいいですよね。めちゃめちゃイケメンなんですよ。もうかっこいい。おいくつぐらいなんですか。結構若いと思いますね。30ぐらいじゃないかな多分。美男子、あの写真で見てもそうですけど、すごいかっこいい。実物ももっとかっこいいですね。もうすごい、あの男惚れするタイプっていうんですか、なんかすごいかっこいいんですよ。もう僕らもみんな、あのバライに惚れて、その歌も最高なんですよ。へえ。音楽もいいし、ルックスもいいし、うん、性格もいいし、本当に日の打ちどころがないタイプの人でしたね。そんな人がいるんですか。そう、すごい。へえ。またこのバライさんは台湾ではもう有名な方なんですか。そうですね、台湾の、うん、ミュージックアワードがあって、金曲賞という、うん、まあ、あの台湾のグラミー賞って言われてるような、もうアーティストの、うん、あれがあるんです、受賞するやつがあるんですけど、それで今年その、原住民部門の、うん、アーティスト賞を受賞した。で、今だからすごくテレビとかもバンバン出てるっていう。へえ。
原住民賞ってあるんですよ、はい、台湾ね十何個かあの原住民がいて、はいはいはい、でそのだ音楽もなんかその沖縄でもほら、CD 屋さんに行ったら沖縄音楽コーナーみたいなのがあるじゃないですか、うん、あんな感じでこう原住民コーナーが棚であるんですよ CD 屋さんに。でもうあのすごいアーティストたくさんいて、うんまあ、民族特色ある人もいればない人もいるんですけど、うんまあ、そういう形でやってて、このバライは、うん、割とその伝統のメロディーを入れながらオリジナルを作ってるっていうタイプの人ですね、うんちょっと楽しみですね。9月28日か、うん、で言葉は言葉は中国語と、このパイワン族の言葉と両方使ってます。あそっか、彼は辰巳さんも中国語はできるんですよ。僕は中国語、まあ、そうですね中国語日常会話程度ですけど中国語と、だから自分もなんかその内縄口だったり、まあ、日本語だったり中国語だったりっていうのをこう使い分けながら、だからすごくシンパシーを感じるというか、もうあの音楽性にしても、うん、あのすごく台湾のだからそういうミュージシャンたちなんか伝統のものと現代のものをこう融合していってる感じとか、うん、すごいいいなと思って、今回それがまあ見れるっていうことで、はい、ぜひライブ来てほしいなと思います。一緒に出るじゃないですか。そうなんですよ、すごい、はい、あらいいですね。うん、じゃあ、はい、9月28日水曜日ですね、はい、そうですね、小座劇場おとらくで、はい、台湾ラブナイトが開催されるということなので、はい、ぜひ皆さん来てください、はい、これはチケットのお問い合わせはどちらで、はい、チケット予約2000円になります、問い合わせ、予約は、電話番号 090-1946-0163 090-1946-0163、赤瓦レーベルまでよろしくお願いします。はい、はい、それではね、何ですか、たくさんの方に来ていただきたいんですか。来ていただきたいんですか、はい、赤瓦レーベル、あ、これはあの僕の個人的なあれですね、レーベルです。またそこもそこも気になりますか。気になりますね。あ、そうですね、ちょっと単純な質問していいですか。あ、いいですよ。ルートビア好きですか。ルートビアは、まあそうですね、せっかく縁談に行くなら頼むかな。縁談以外で飲むことはあんまないけど、ないですね、はい、スーパーに売ってますけど縁談に行くなら、うん、ルートビアどうせなら。オレンジジュースじゃないんですか。じゃないですね、自分は炭酸が好きなので。はい、そんな辰巳さんなんですけど、はい、そんな辰巳さん、そんな辰巳さん、まあ、自分の曲一番だと思うんですけど、はい、なんかあこれちょっと今まで、まあ、ちっちゃい頃から、はい、ハートに来る曲ってとかアーティストとかいます。あ、まあ、一番影響を受けたのは、うん、ザブームですね、自分は。ザブームがちょうどこう、あ、中学校1年ぐらいの時にあの島唄がヒットして、うん、すごい逆輸入的にこう沖縄の音楽の良さに気づかされたというか、うん、だからそれからこうじゃ逆にこう沖縄の自分たちがこう沖縄音楽の良さを若者にかっこよく伝えるっていう役目をやりたいなっていう風にこう影響をくれたのきっかけになった曲ですね、島唄は。へえ、辰巳さん学生の時どんな学生だったんですか。詩書いてましたけどね、結構。詩、はい、へえ、なんか部活とかは。まあバンドやってましたね。あ、はい、そうか、バンド活動で、うん、へえ。ブームの中で一つ好きな曲が、うん、はいはいはい、それ当てたら、うん、コーヒーもう一杯送ります。コーヒー欲しいですか。 めちゃめちゃ幅広い、そのイチャ狩りあげます。ありがとうございます。じゃあ、当てに行っていいですか。じゃあ、なんかヒントはなしですか。もうそうですね、ヒントはあの沖縄を、はい、がイメージされている、日の元の歌。あ、違いますね。違う、はい、なんだろう、墓標。いや違います、結構長いタイトルです。この歌が一番なんか、うん、まあ、いちゃがりはお預けなんか悔しいような、なんでしょうねほら、ね、言ってくださいよ、ブーム。僕は、はい、この歌しか、うん、ブームの中ではなんか体の中に溶け込んでこなかった。島唄ではなくて、島唄ではなくて、空たちの道。いや、なんでしょうね。いやでも今歌詞がいっぱい出てくること時点で私はすごいなって思ってるんですけどね。こんな急に振られてね。100万粒の涙。あー、ではないです。じゃないですか。なんでしょうね。
高3の時は右手上げてくださいね。できた。ああ、神様の宝石でできた島。あ、なるほど、はい、すごい。何ですか、おかけするんですかその歌を。え急に振られてもあれない。それはチャーリーさんのあれですよね。そう、新曲。いや、これなかなかブームの、うん、このね、今スッと出てきたんですけど、はい、やっぱりこれだけ知ってるっていうことは、うん、ね、それだけパッと出てくる。なかなかこのタイトルまで出てくる人っていないんですよね、うん、神様の宝石でできたこの島でっていうか、この歌詞が、はい、こんな島になったらいいなと思いながらです、ね、うん、なるほど、はい、じゃあ続いては、はい、山田さんの2曲目。私選曲でいいんですか。いいですよ。全く沖縄音楽じゃないんですけど。あ、いいですよ。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ私の曲かけるので、はい、あのコンセントください。こんな感じです。そうなんですよ。じゃあ夏っぽい曲にしましょうかね、はい、おー、はい、夏っぽいというか、まあ去年出た曲かな、これ去年ヒットした曲なんですけど、うん、洋楽ですか。洋楽です。お、楽しみですね、はい、じゃあ行きますよ、はい、あ、一度かけたことあるかな、うん、じゃあ聴いてください、はい、この歌です。ルードでマジック。Got in my car, it's like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. そんなに詳しくないです。どちらかというと、あの、バズミスの歌を トラディショナルと混ぜてるやつとかを割と本当に DJ もいてみたいなやつとか、とかブラジルのミクスチャーバンドで今サンドバメタルっていうのをやってるって、すごくかっこいいんですよ。もうサンドバが途中でハードになるんですけど、お届けしている曲はルードでマジックでした。はい、今回はゲストに千葉な辰巳さんにお越しいただいています。はい、よろしくお願いします。はい、9月28日、はい、水曜日ですね、
おとらく、小座劇場おとらくで台湾ラブナイトが開催されます。はい、はい、千葉な辰美さんの他にもシャオロン・トゥ・ザ・スカイですかね。そうですね、シャオロン・トゥ・ザ・スカイの遠山貴文さん、うん、それからキーボードプレイヤーで佐喜真淳、それからソベポーポーの岸田千佳乃さんが出演します。はい、で台湾からバライというミュージシャンが来ます。はい、ですのでぜひ皆さん水曜日9月28日水曜日は小座劇場おとらくの方にお越しいただきたいと思います。はい、お願いします。はい、それでは今日は、ゲストに千葉な辰美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ゲスト、はい、来てましたね。そうですね、もうあと2分で、2分ですが、はい、この後ですね、川口京吾のコースラインでも参加しますので、うん、ぜひまた6時から皆さん、はい、オンエアの方チェックしていただいたら嬉しいですね。はい、それではお届けしました山田みなみワンダフルワールド、エンディング山田さんよろしくお願いします。席89度、15分50.8秒、これが今の北極星ポラリスの位置。宇宙の中では小さな星でも地球にとっては大切な星、動くことない道しるべ。北半球どこにいてもポラリスを見ればそれは北、位置がわかる。それでも道に迷うことがある。選択に迫られた時、壁にぶつかった時、心の中で迷う。そんな時、何が道しるべになるだろう、光を照らすだろう。もしかしたらそれは生きてゆく中で出会う人かもしれない。ポラリスと同じく人も光をもたらす。世界では一日に49万人の子供が生まれる。ハートのある人になってほしい。世界を照らす光になってほしい。北谷町 FM 二来からお届けしました山田みなみワンダフルワールド、50分間お楽しみいただけましたでしょうか。この番組はオリジナルプリントウェア、マトエンタープライズ、戸口スポーツ、ジャンボステーキ、ハンズの提供でお送りしました。それではこの後の若菜とピータイムお楽しみください。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。当たらなかったで、確か一回乗ってた、見たことあるけど、うん、ここです。あ、本当家ですね。家。おお、ここが本店。ありがとうございます。これちょっと聞いてみたい。あ、はい。ああ。これ流せるか。聞いてみていいですか。聞いてください。これ。この流海っていうのは。辰美さんの名前ですか。あ、なるほど。辰美ですね。これドレス。あ、これ。あ、そう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 。この竜が竜しかない感じがしまして、本当はこの字の反対の逆字なんです。だから向こうで大文字になるんです。阳光，哦，一切的笑语，
shared a high phone. He shared a cell phone. He shared a cell phone. He shared a round phone. He shared a TV. He shared a main hall.We share the pleasure, we share the欢乐, we share the 温暖, we share the 泪水, we share the 单纯, we share the 爱情, 在这片地上,在这片地上
あの昔エニグマの、リターントゥイノセンスっていう曲で、ああやー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 サンプリングされた、あれがそのアミ族の民謡なんです。でそれを歌ってるその民族の人で、はい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 、今もう台湾で国民的な歌手になってて、これどっかで聞いたことあるの？この沖縄には来て、スミンさんはカチンバとコラボしてたんで、カチンバと多分桜坂劇場かなんかで一緒に、はい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 、カチンバこっち前ちょっとだけ何言ってるか分からない、分からない、分からない、ちょっと分かんないぞ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。じゃあ2時にまた、はい、すごい、ありがとうございます。アーティスト、あ、ホワイトボードいいよ。なんて言ってるのかな。あ、岡田さん入っていい？私も。あ、いいよいいよ、大丈夫、今日は時間ある、うん、今日時間あります。シャーロン・トゥ・ザ・スカイ、あ、なんか久しぶりかも、うん、ね、本当、元気？元気だよ。岡田さん台湾ありがとう。ちょっといらない、イチャガリ一本食べたい。イチャガリ。あ、イチャガリあるの？食べたい。ね。これ。とりあえず私いいこと考えたの。あのほら来週分もさ、来週分を今のと、今のやつで録音して、今日と来週は同じ内容でーすっていうの。いい作戦じゃない？そうしよう。何それ？ちょっと収録、来週収録なんだけど。いただきます。なかなか私も来週収録だ。そう、なかなか撮れる時間ないから。うん、今日は、8月27日目と9月3日分ですで紹介するいいじゃない？いいよ。ね、そうしよう。だから録音してほしい。録音、あ、OK だ。OK。あのオープニングの曲ありましたっけ？ありますよ。じゃあその曲と、今日はエミー・マイヤーさん。ああ。あ、エミー・マイヤーじゃない、しまじろうが入ってないかな。お家にある、あ、お家じゃない、車にあるはず。間に合うか？あ、15秒。ちょっと違う CD にしよう。なんだと？しまじろう。まさかの、もうセラが伝えたにしようかな。おわ。困った時のセラが伝えか。困った時のセラが伝え。何秒？もう三、二、一。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ピー。君の声は届いています。深空へ海を越えて、皆さんこんにちは。8月27日土曜日、時刻はお昼の12時を回りました。こじゃわかなとピータイム、パーソナリティはこじゃわかな、チャリュー、そして山田みなみでお送りしますこの番組はピーな時間を日進紹介の提供でお送りします。北谷町 FM2 来からお届けしています。こじゃわかなとピータイム。番組へのお便りは FM2 来のホームページからリクエストをポチッと、または、こじゃわかなの Facebook ページからお送りください。お待ちしています。あなたの大切な土曜日の午後、これから始まるピータイムとは、少し落ち気味のあなたをポジティブに、沖縄から世界をハッピーにをコンセプトに、少しだけプラスになる情報と、たまに出るピーな話でお届けする番組です。どうぞ最後までお付き合いください。今日の P タイムは、今週のキジミナー、チャーリーの P コーナー、コジャの夢の世界、そしてあなたとコジャの P タイム、以上盛りだくさんの内容で1時間生放送でお送りします。さあ今日ですね、オープニングの曲をこの瀬良垣さやかのハイビスカスでお届けしようと思ったら、まさかの
本当のオープニングの BGM にかけてしまったというね、ちょっと最初といつもと違う感じが、なんかちょっと爽やかな感じしたね。チャリさん何してるの？何？全然わかんない。そして今日は久しぶりに、はい、山田みなみさんも登場です。お久しぶりです。本当久しぶりですよね、うん、2ヶ月ぶりぐらい出るのは。そうだね、くらいだよね。2ヶ月経つかもしれない、ね、いつもでも聞いてるよ。本当かな？本当だよ。本当、車の中で聞いてるよ。本当かな？なんか去年まではさ、ほらもう毎週このあのまあ前の番組ね、セレンディピティにね、うん、3人でという感じでやってたんですけれども、なかなかね最近はもう山田さんは引っ張りだこ、あっちからもこっちからも引っ張りだこで、なかなかね小ジャニ小ジャ相手されてなくて違うよ違うよ、はい、小ジャさんお疲れ、じゃあ違う今日お疲れ、じゃあそんなことしないよ、バイバイっていう、にゃーん、そんなことしないよ、わからさん今日はごめんねえみたいな、女優がいる、女優うまかったね女優がいたの。うまかった、うまかった。うんうん、違うでしょ。まあ、いつも、じゃお疲れー、バイバーイ、またねーとバカピーごめんねって言うさ。ん、聞いたことないよね。うん、聞いたことない。私も聞いたことない。最近は爽やかにさっと言っちゃうからね。うん、まあ皆さんもご存知だと思いますが、いろんなね、あのテレビの CM にもね、うん、出演中でございますが。今何本ぐらいあるんだろう。いやー何本かな、結構あるよね。消えたり出てきたり、消えたり出てきたりお化けか何個かちょっと頑張り時ということで ね、すごい、頑張らせていただいて、ね、今頑張ってるよね、本当にびっくりびっくりなんですが、チャリさん、はい、もう OK 準備あ、OK、ですよ。曲探してたんでしょ僕のね、今ね、僕のねって頑張ってね今ね、うん、ちょっと繋いでるんだけどな、そう早く曲流してよ。あ、うん、僕選曲でいいですか。うーん、ダメかな。そうそう、いいですよ。しまじろう行こっか。もうね、きょうちゃん、ほんと今日ね、エミー・マイヤーさんの曲流すつもりがもう CD のね、こうラック開けた瞬間、しまじろうが出てきたからね。あのね、ジャケットはもう、そう。超かっこいい。超かっこよくて、で、中はサインもついてるんですよ、若菜って。あ、すごーい。そう、なのに、あの、開けたらベネッセの子供チャレンジ。3月、そう。3、4ヶ月後みたいなね、ちょっとショックですわ。皆さんに今日エミー・マイヤーさんの曲を届けたかったんですよ、うん、あのこのエミー・マイヤーさんなんですが、はい、まあ、YouTube にも載ってるんですけれど、うん、まあ、日本でもですね、うん、とある自動車 の、うん、あの BGM だったり、エミー・マイヤー、そう、結構とあるって何ですか。とある自動車 の、 あの、もう超高級自動車 の、 あの曲、 CM の曲で採用されていたり、エミマイヤーですか。そう、多分ね、検索したらすぐ出ると思うんですよ。で、見たことある人多いと思います。で、この方が、うん、あのギノザーソンのガラマンホールに、うん、あの初来沖して、うん、こうコンサートを行ったんですが、やっぱりすごい反響で、はい、もうチケットの売れ行きもすごかったんですよ。へえ、立ち見もいたんじゃないかなぐらいガラマンホールなんだ、すごいですよ、うん、今本当に集客すごい。そう、はい、はい、これさ、なんか今日ほっぺ赤くないですか。あ、実は今日っていうか、こう2、3日前からニキビが、うん、でっかいニキビがあるわけ。じゃあニキビは置いといて。じゃあそれを隠すために、うん、赤いのを結構強めに出してるわけ。そう、あのすぐ浮かんだして言う。そう、でもニキビがめちゃめちゃあ、本当だ、本当にでかいわけ。で、僕ニキビは気にならなかったんですけど。あ、本当？この赤みが？なんかほっぺが赤くなってるな。静香ちゃんみたいな。違う、それを隠すためにもう乙女心を知ってくださいよ。本当に。もうニキビって超嫌なんですよ。嫌だ。しかもここのニキビだってね。そう、なんかこう鼻の横とか。あ、わかる。わかるじゃないですか。いやいや。口の上のこの。あ、そうそうそう、なんていうの、ここ。この唇と鼻の間のこの線路の上とかでしょ。そうそうそう。とか、この鼻の私横とか、超嫌で。まだおでことかだったら、まあ、隠せるじゃないですか。ああ、なるほどね。でも、ほっぺとかって、もう隠しようがないから、うん、で、最近編み出したのが、チークの色で隠そうみたいな。ああ、それでそう。それで、でも片方だけ、チーク濃くするのおかしいでしょ。うん、だから、両方濃いわけ。ああ、なるほどね。なんか、おかめちゃんっていう。そう。みたいな。嬉しいんかなと思いますよね。いやいや、違います。ほっぺ隠して。違う、ニキビです。超でかいやつ。海持っちゃって。ああ、そう。これ
み持った時がね一番目立つんだよね。そうなんですよ。だから今ちょうどピークの時期で、うん、だから盛り上がってる、うん、あの火山噴火もう直前みたいなこれから噴火する予定ですけど、いっぱい触ったらまた大きくなるからね。そうなんですよ。だからこのニキビの周りをチークでやるんですよ。でも今どちらかというと、うん、ほら視界とか入るの。そう今日はないです。あ、よかった。今日は大丈夫。今日は大丈夫。よかったじゃないですか。よかった。なんですか、よかったね。そんな。いや、今日ね、あると大変じゃないですか。まあ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 。まあ来週ですけどね。うん、あ、来週って言っても、そうだそうだ。今日は8月27日なんですけど、はい、9月3日分放送も、これ兼ねてますので。うん、そうなんですか。そう、そういえば言うの忘れてたや。頭いいよね。ちょっと手抜きっぽい。そう、違う。手抜きじゃない。手抜きじゃない。ちょっと9月、8月末からちょっと9月の頭にかけて。新しい手法ですね。そう、新しい手法を取りまして、うん、なかなか、やっぱり学校も始まるし、で、うん、私もちょっとパタパタしちゃうので、お弁当とか作るんですか。作らないんですけど。どこが忙しいじゃん。いろいろと。で、時間が合わないので、うん、収録する時間がないと、うん、どうしようかと考えた結果、はい、よし、この一つ分で2週分にしようという。ね。なので、9月3日放送も同じ内容になっています。なんかこれ、なんか妹の、うん、こっちは若葉さんと、うん、なんか発想が似てきてるね。ちょっとだんだん似てきて。最近若葉帰ってくるんだよね、そろそろ。そうですか。そう、秋頃。ちょっと今度読みますよ。おー、うん、会いたい。うん、こっちに小じゃわかな、小じゃわかばがいるような。多分お姉ちゃんと一緒にはならないと思うんですよ。何がならないの？あのね、一緒に行動するの嫌らしいんですよ。なんかわかんないんだけど、とりあえず喧嘩も多いし、うんうん、で私その自由奔放な若葉もそんなに、なんていうのかな、大体、うん、お姉ちゃんの結婚式に来ないんですよ。あ、そうそうそう、もう認めてない。なんかわかんないけど、お姉ちゃんと。それはでもたまたま時間が合わなかったとか。まあまあ、でもね、まあね、海外にいるから。でもね、うん、まあ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 、でもなかなか。こっちが今度台湾に行くときに台湾から出るという。うん、ああ、そう。あ、今台湾にいるんですか。そう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 、今シンガポールとかこのアジア圏内、うん、アジア圏をいろいろ歩いてるらしく。すごい。で今台湾なんですけど、で私たちが行くってなったら、いや、その時間帯、そのタイミングで帰るわみたいな。一回ここで喋ったこともあるんですよ。二回ぐらいありますよ。多分私が何かでお休みした時に、一緒に出てよって言ったら、うん、そうそうそう、それはまずないと。まずないと。で、私はチャーリーさんに会わせたいから、うん、とりあえずじゃあ私休むからあんた出ておいでって言って。あ、へえ、そうそうそう。で、それで会ったんですけど、3人で会ったことはないです。え、そうなんだ。ない。じゃあ今回次は会うかもしれない。あ、まあできれば私は一緒に出たい。お姉ちゃんはいるかも。なるほどね。そう、私はね、どちらかというと、うん、ほら心広いから。若葉がちょっとね、癖者なわけ。ちょっと南さんイライラするかもしれない。あ、本当に、うん、そう、ほっぺ赤いですよ、ほっぺ。いやいやいや、違います。そしたら一緒じゃん。いや、ほっぺ赤い。あの人、常にノーメイクじゃん。ほっぺ赤いですよ。へぇ、うん、常にノーメイクなの。でも、ワールドな妹、うん、なんていうの、まあ、だって今聞いてもね、楽しそうだなと思ったもん。なんか、でもなんか、最近世界飛び回る人多くないですか。あ、多いかもね。僕の知ってる、まあ、教え子さんが、うん、カンボジアに行って、うん、そこからあの写真送ってきたんですけど、うん、あ、滞在するんだと思ってたら、うん、2週間だけ行って帰ってきましたみたいな、うん、へえ、滞在するんじゃないのみたいな。あ、ちょっとだけ行った。ちょっとなんか今海外が身近に感じますよね。そうかも、うん、昔に比べて、うん、そうだね、うん、それでっていうのもあるかもしれないですね。世界やっぱほら、あのテレビとか、うん、こう SNS とかいろんなものが普及していく中で、うん、世界の表情っていうのが見えてきて、うん、ああ行ってみたいなっていうのから、うん、で飛行機の運賃もすごい安くなってるので、うん、なんか身近にね、うん、感じれるから、うん、なんか抵抗がなくなりましたよね。そうだね、うん、海外ってすごい遠くて、うん、すごい怖くてみたいな。高くてね。そうそうそう。それから言ったらさ、うん、僕沖縄、先週の火曜日だ、うん、名護の、ちょっとなまったけど、名護の、名護の何アクセント、名護の南部べさん、歌舞伎、歌舞伎、そうそうそう、歌舞伎。うるさいな。あ、なになになに、はい、どうぞ、はい、進めますよ、はい、どうぞ、すいません、はい、どうぞ、はい、どうぞ。名護の、名護の、はい、ある福川、うん、滝っていうところに行ったんですよ。福川滝、福川滝、うん、福川ダムのところにあるんですけど、はいはい、そこですね、名護市の羽地内海の近くにあるんですけど、うんうん、細い道をたどっていくんですよ、はいはい、でこれは
あるフェイスブックの中に出てて、この滝が、うんうん、滝の中で水浴びしてるのがあって、綺麗だと思って、うんうん、場所どこですかって言ったら、まあなんとなく教えてくれたんですよ、うんうん、まあ行かねばと思って、うん、でちょっと娘とね、うん、行こうと言ったら、珍しい、眠いとか言ってますね、わ、うん、かるわかる、超気持ちわかる、あそこら辺何もないからね、眠いとか言って、うん、遠いしね、じゃあなんか最近疲れ気味だから、うん、ちょっと見どこうマイナス4は、なるほど、はいはい、もう眠いからまだ見えて、ちょっと、うん、あの日曜日あれがあったもん、うんうん、したら4時ぐらいになって、うん、なんかお風呂入って娘が、うん、なんか着替えて、じゃあパパ行こうかみたいな、え4時ぐらいから、4時ですよ、4時、いやいやもう帰ってくる時間でしょ、 4時も過ぎてたの、4時半ぐらい、はい、4時半ぐらい、はっ、うん、みたいな、うん、で明日から私たち学校という時も、わかりますか、はい、朝行って午後はちょっと準備しようかな、だからちょっと呼びかけたら、うん、眠いみたいな、うん、したらもうなんか生き生きリフレッシュしたなんかあそろそろ出動しようかなみたいな、なんか蚊がいるから長いのがいいとか、うん、もう行く気まんまね、ちょっと待ってみたいな、今4時半だけど高速で行ったら1時間でしょって言って、5時半、いや高速からそこまでが遠いと、うん、そうだよね、1時間ぐらいかかるよね、さらにね、うん、今日だから、うん、そう、あ大丈夫大丈夫って、何か大丈夫全然わかんない、まあとりあえず、まあ、行く気になってるから行きました、はい、あー優しい、行ってその場所行ったらですね、うん、ナビがまず使えないんですよ、その道がない、ああなるほど、もうなんか森一帯になってるみたいな、森一帯、うん、でじゃあ現地の人に聞いてみると、うん、聞いたら、あここまっすぐとか言って、うんうん、あなるほどと、うん、道はない、うん、行くとですね、その車1台がやっと通れる道なんですよ、で草が生えてて、これ向こうから対向車が来たらどうするべみたいな、あるね、あるある、はい、バックしたくないヤンバルあるある、うわ、ヤンバルあるあるよね、でとりあえず着いたんですよ、着いた時間がですね6時もう半に近く、へまあでもまだ日はね、まあ、昇ってる状態ではありますよね、ちょっと暮れてる状態、うん、でそこにないんですよ、なんかあれが、あそのフェイスブックで見た、見たあの滝が、いやそう、うん、で道が3箇所に分かれてて、おお、ここまでは分かったと、うん、この3つのうちどこに行くべ、 ABC、 ABC、 いやどうしようかみたいな、まあ順番行く、 A から行こう、で A から行ったらまた道が細くなってって、あでここ絶対無理だと思って、そこからバック、はいはい、はい、うわ200メーターぐらいバック、うわ、もう横あの草木に囲まれながら、だから、うん、あの黄色い BB でBB じゃない、 BB じゃない、キューブ、キューブで、キューブで、キューブで戻りましたと、あ戻りました、うん、でもう一つ、うん、かけるときにまた娘が、はい、このスマホからかける曲が、おまたエキゾチックな曲をかけるわけ、へどっちかというとイライラするような曲なんどんだけどんだけなんかなんかチャランチャランチャンチャンみたいな、自分が聞かないような曲、ワン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 みたいな、イライラするイライラする曲で B 行きました、なんでイライラする曲って、ね、曲に失礼だよちょっと、はい、そしてあの時はなんかイライラしたらバックでずっとだから、あ仕方ないですよね、そして次 B の道、 B、はい、B も違ったと、はい、まだ戻って C も違った、 C も違った、えと思ってたら、うん、そこに車が1台あったんですよ、ほうほうほう、ということはこの人たちは滝に行ってるのと、うん、どこだと思ったら、うん、チェーンがかかってて、うんね、草むららしきところがあって、うん、ひょっとするとここみたいな、うんね、うん、みたいな、怪しい、でもチェーンがあるってなんか入ってはいけませんみたいな感じよね、うん、入ってはいけませんだわけ、うん、そしたら、うん、もうそこ来る頃にはもう少しもう薄暗くなる、そうだよね、うん、その薄暗くなってるところで人の声が聞こえた、なんてなんかみたいな、怖っ、えみたいな、うん、最初ドキッとしたんだけど、あひょっとしたらこの人たちだと思って、そしたらだん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 声が大きくなって、うん、で自分待ってずっと立って待ってたら、うん、なんとこの人たち、うん、男2人女2人のカップル同士で、女性が水着なんですよ、なんか、でそこで自分が立ってたからキャーってこの女の人が声上げたもんだから、うん、原住民みたいな何を言ってる見てはいけないものとか違うし普通の格好だと、なんでだろうね、びっくりした、まあ、いきなりこんなところに人が立ってたからキャーって言ってドワーって走り出して、うん、そしたら男もなんでか知らんけどわーって言って走り出して
ま、女守れよお前ちゃんなんだ君たちみたいな怒られると思ったんじゃないですか。じゃあなんかバーって走っていって、うん、で止まって、うん、でまたゆっくりゆっくり戻ってきて、うん、はーってびっくりしたねとかなんか言ったら、じゃあ向こうがこんにちはって言って、うん、かわいいねなんかね、こんにちはって言って、自分こんにちはって言って、うん、そしたら娘がパパダメじゃんみたいな、うん、な何がダメ、パパダメ、パパダメじゃんって脅かしたら、うん、なんかいつも言うさって何を言うの、なんか間違えられるから、うん、まあ、とりあえずなんかいつもこんなことするよねみたいな、うん、もうなんか普段をさやってたら私は変人ではありませんみたいな、ね、変人じゃない普段、そう、たまたま立ってただけだ、うん、そして見たらそこらしきところ、あ、滝っぽいらしい、滝っぽい、で耳澄ますと滝の音が聞こえる、パーッとね、うん、でコンコンって娘ノックして、のこと行くよみたいな、うん、もういいよって、はい、ちょ巻き戻そう、一回巻き戻そうね、誠行くよ行くよ、もういいかな、いや聞きたくない、2回は聞きたくないな、もういいかな、あら、あ、ちょっと待って、4時半から行き承知してるところを車、高速乗ってきたのに、うんうん、やっと探してここ着いたのに、うんうん、もういいよって何って、うん、もう満足って、窓開けてたくさんマイナスイオン吸った。ちょっと待って、ちょっと待っておくんなさい。マイナスイオンこれから、これからだよ。ちょっと待っておくんなさい、ね。そこいいいいって、うん、で、うん、Facebook 出して、うん、ここだよって。うん、うん、でももう暗いしいいかな。うん、パパ先行ってて。ちょっと待って。待って。一人で行っても先行って。面白くない。絶対行かないよね。で行ってとりあえず行った時には、うん、もう。やがて7時を回ろうとして、周り暗くなってるわけ。そうですね。で、行けどもその滝のところに出会わないわけ。うん、で、だんだん暗くなって、うん、なんか白いのが出てきそうとか、いろいろ妄想が出てきて、うん、もういいかと思って、うん、娘もいないし、うん、一人で見ても感動も別に、うん、で、カメラ持っててこんな暗いところで、うん、とっても意味ないしと、まあまあまあ、で、もうまーってダッシュって言った。そしたら娘が、あ、よかったパパ帰ってきてってちょっと待って帰ってこないかもって思ったのかなそう、でもし帰ってこなかったらどうしたのって言ったら、うん、一応免許持ってるからこれで途中まで逃げようかなと思って何待って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 俺置いてくるってそこからあのお兄ちゃんたち電話して迎えに、うん、待って、うん、なんか途中まで来ないの、うんうん、なんかどうしたのかなとかね、おーいとか、うん、でも女の子だよみたいなちょっと待ってかわいい、父を見捨ててしまう娘、ね、父を見捨てることを想定してたから、ね、想定してた帰ってきたことに逆に驚くみたいなそう、あ、帰ってきたよかったみたいなね、一応策は考えてたよみたいな、で結局は行けなかったんだよね、へえー、あ、これがチャリさんの行った C の道、 C の道、へえ、あ、でもなんかなんだろう、ジャングル？なんかね、怪しいよね、うん、一応道はあるんだけど、怪しい、もう本当にハブが出そうね、ジャングルだね、うん、行ってしまえば、わあ、まあそんな週末を過ごしたという、もう本当にチェーンやられてるじゃん、なんかここ入ったらちょっとなんかありそうな、この若いカップルたちは水着で、うん、どこで泳いでたんだろうね、滝ですよ、滝でしょ、じゃあ結構歩いたのかな、そう、歩いて、だから声がなんかね、遠かったんだ、遠かった、へえ、すごいな、うん、まあ皆さんね、うん、気をつけて、まあ A か B か C があったら C に行くべしということで、 C どこだ違うそれは違う、自分で決めれるよね、そう C、真ん中 C にしようかなとりあえず沖縄ってなんかいろんななんかところがあるんだなっていうのを知りましたね、確かにね、知らなかった、例えば3つ道があって、うん、はい、ABC つけるとしたら左から ABC ですか、それとも右から ABC ですか、皆さん、あ、右から ABC じゃないですか、え、 ABC かだよね、私も左からかも、え、 ABC でしょ、じゃないよ、左から ABC で、うん、僕 ABC です、右から ABC、なんか何でも字も左から右でしょ、ね、読むのって、そうだよね、なんとなく左からだよね、うんうん、あの俗にさっきの光景は、はい、こんな光景なんです、わ、すごい、ていうかまずこのなんかモデルみたいな人がすごいこうなんていうの、こうなんていうの、
こう湖からファーッと出てきたあのなんかなんかクジャクのような。あーでもわかる、クジャクっぽい。あでもすごい綺麗なところだね。でしょ。でもチャーリーさんが多分行ったとこ違うじゃないの。いやそこです、そこ。本当にそこ、まさかの違うとこ。あでもこれはいいかもしれないね。でしょ。うわーすごーい、すごい綺麗だね。綺麗でしょ、うん、ちゃんと自分報告までして、うん、写真も載せたわけ、うん。で次の写真ちょっと面白いよ。なんかあの怠け者みたいな大きな丸太に怠け者みたいな。でもすごい綺麗、綺麗、うん、ここ行きたいでしょ。行きたい。じゃあ今度あの成功したら私たちも連れて行って。そうそうそうだね。成功したらね、うん、で安全かどうかも見てからよろしくお願いします、ね、さあそれでは、はい、23分になりましたので、はい、今週のキジミナーを、はい、今日はお届けしますよ。はい、はい、はい、チャーリーさんの話終わり。はい、まずですね、はい、まずっていうか一つしかないんだけど、うん、8月18日の新聞にあったんですが、うん、なんと、コンビニエンスストア国内最大手のセブンイレブンジャパンが、2018年、うん、唯一の空白県となっている沖縄で、一気に300店規模の出店を目指す構想が明らかになりました。はい、はい、県民からは歓迎の声が聞かれる一方、すでに多くの店がひしめき、うん、激戦区となっている那覇市内の同業者らは王者の進出に警戒を一層強めています。王者なんですかセブンイレブン。王者の進出。そうなんね、コンビニ業界でやっぱセブンイレブンが1位ですよね、ダントツで。伊東洋華堂、伊東洋華堂じゃなかったっけ、セブン、うん、伊東洋華堂だっけが、あ元締め、はい、いいですよね。そうなんだ、うん、そう、セブンイレブン。なぜかというと、うん、まずですね、さっきからなんか小林さん頭ゴンゴン打ってないですか。え、私打ってない、うん、いやいや打ってない、ほら打ってるでしょ、打ってるでしょ、打ってる、打ってる今は打ったね。あそう今打った、今打った、はい、それですね、うん、はい、また増えるわけ、町側を潰す気かね、バカにして。で、うん、那覇市内で個人商店を営む女性81歳は憤りを行き通っています、うん、店の隣に24時間営業のコンビニができた数年前から売り上げは半分以上減り、うん、1万円を割り込む日が目立つそうです、うん、特に午前中はタバコ一箱も買いに来ないと言います、うん、コンビニより安いのも置いているけど何でも揃ってる方にみんな行っちゃうんだよと肩を落としています、うん、はい、で、県内4店を展開する上間弁当天ぷら店の有名です。どうしたの、どうしたんですかチャリさん、なんかチャリさんのでしょ、なんか何したんですか、マイクが今すごいことが起きた、うん、起きたことがないことが起きた、マイクが落ちて、しかもそのマイクを支えてるこう大辞典も落ちて、ちょまずマイクを大辞典で押さ、なんかこう支えてるのも面白いよね、すごい未来っぽいよね。ぽい。大丈夫ですか？なんかいろいろマイクはげてますけど。これさ、うん、重いよね絶対。重い。まずここですごいいいバランスでこう自転で頑張ってるのもすごいことですけど。大変だ、はい。さあ進めますよ。はい、本当さっき頭打ってるね私。頭打ってるわ。ちょっと斜めってるね。はい、斜めってます。いきますよ。はい、上間天弁当天ぷら店わかりますかね。うん、はい、すごい有名ですよね。のはい、の上間代表も。セブンは他のコンビニに比べても味と価格のバランスが絶妙、うん、県内業界の進化が問われる機会になりそうだと腕をまくりました、うん、はい、またですね、業界1位の競合者の沖縄襲来に、うん、県内でコンビニエンスストアを切り盛りする店主らは戦々恐々の模様です、うん、那覇市に店舗を構える県内コンビニチェーンの男性店主は2年後の進出とはいえセブンイレブンがどんな戦略か分からず不安が強いと話します、うん、また別のコンビニの店主もセブンは弁当や惣菜を中心に商品の物量が圧倒的、太刀打ちできるかどうかと警戒心を疑わせ、周辺の不動産を確認しセブンがどこに出店していくのか予想するしかないのが現状ですと声を落としました、うんうん、ということで、セブンイレブンが2018年に沖縄に300店規模を一気に出すということなんですね。300店はすごいですね。そうなんです。で、その後ろのまた新聞、違うページにもですね、うん、この載ってるんです、セブンイレブンの
話題が載っていまして、うん、まあこう那覇市民からはですね、もう嬉しいという歓迎する声が大きいと、うん、大勢の方が声を揃えているんですが、うん、ここでですね、私の友人の名前が載ってたんですよ。え、はい、はい、逸話さんじゃないですね。友人の言葉？そう、友人の声。県外に住んでいた時、セブンをよく利用していたという会社員の田崎里乃さん、27歳、浦添市は。はい、田崎里乃知ってる。え、なんで知ってるの？知ってる。なんで知ってるんですか？え、私の弟と同級生ね、かな。だよね、田崎里乃、うん、私と同級生、うん、私と同級生、そうそう、那覇国際で一緒だったの。知ってるよ。え、本当に？神中でしょ。神中だはず。神中あ、教え子嘘でしょ、本当に、うん、そうなの、うん、ゴルフやってる子だよ、田崎里乃。ポン、うん、お母さん、アリスさん。いや、お母さんもしない。でも、あ、その記事を。そう、田崎里乃さん、浦添市はセブンにしかないコラボ商品が楽しみ。防犯面でもコンビニが増えて真っ暗な場所に24時間営業の明かりが上がれば安心ですと話したそうです。ということで、まあ、私の友人がね、乗ってたので、まあ、すぐメールして、お前乗ってんじゃんみたいなね、感じでやったんですけど、まあね、今週のきじみなということで、このセブンの寝室を、はい、今日は案内したんですが、うん、これを聞いて、うん、皆さんはセブン進出に関してどう思うかなって。いいと思います。いいです、率直に。その理由は何ですか？うん、逆にこうなんかピンチっていうか、うん、って言ってるけど、うん、それが逆にチャンスかなっていう。あ、どうチャンスに変えますか？まあ、例えば惣菜が、うん、そのセブンは売れてるってことは、ここでまあどうなるかわかんないですけど、うん、その上間商店とか、うん、上間天ぷらとかがどうにか惣菜をセブンとコラボして、うん、まあ、沖縄で出すみたいな、うんうん、そしたらもしかしたら東京とか、うん、そのね、日本全国でも、うん、その沖縄天ぷらとか、うん、沖縄の惣菜みたいなのが出ていくかもしれないじゃないですか。あ、このセブンを通すことによって全国への上間天ぷらの名が知れるような商品ができるかもしれないみたいなね。もしかしたらコラボして。あ、それはいいですね。ですよね。それはある意味チャンスですよね。うん、そうそうそう、確かに確かに。ちなみにチャーリーさん、このセブンの進出どう思いましたか？もう OK です。 OK？ なんで？え、今言った通り。いや違うでしょ。今いいなと思ったから、それなんかパクってるだけでしょ。いや、いけますよ。あ、いいか。いや、なんかね、そのままではいけないと思うわけ、うん、なんかあっちが出るから自分たち売れ行きがじゃなくて、うん、やっぱりそれをうまく利用するっていうのは必要かなと思う。なんかでも意外ですよね。なんか唯一、うん、日本国内で空白圏っていうのが沖縄だけなのかな、うん、あえてそうしてたのかな、うん、なんだったんだろうね。もうほとんど今ファミリーマートかローソンですよね、うん、ほとんど、うんうん、なんかセブンありそうだなっていうイメージはあったんですけど、うん、あ、まあ、今この2店舗が占めているということで、うん、まあ、どこ行ってもファミリーマートかローソン、うん、で、うん、多分ね、北部地区はファミリーマートがすごい多いんですよ。あ、名護とかは、うん、そうそうそう。でやっと宜野座とかにローソンができ始めてきたかなっていう感じではあるんですけど、うんうん、まあ、私の率直な感想は、最初セブンがね、こう沖縄に来るっていうのはすごい嬉しかったんですよ、うん、っていうのはなんかテレビで特集とかって、うん、セブンの惣菜はこうやって作られてますとか、でセブンは本当にもう惣菜弁当めちゃめちゃ美味しいとかね、うん、いろんな声を聞いてたので、あ、めっちゃ嬉しいなって思ってたんですが、この新聞を聞いてみて、うん、なんか今までなかったものが新しくできるということは、うん、まあ、今まであったものがどうなるのかっていう不安ですよね、うん、今言った町は あったものが今後どうなるのか、なかったものが出てくるってことは今まであったのはどうなるのかっていう不安はやっぱあるよねっていう感じ、うん、あで、私のお家の近くにも小さい町小屋があって、うん、もう本当にお菓子、うん、10円とか20円違うんですよ、松田じゃないんですよ、うん、何だったかな、何だったか忘れちゃったぐらい、にゃら商店、うん、にゃら商店、商店でもないはずな。なんか相方、あ、カツアイみたいな、なんか僕ね、うん、ほら、いろんな大型店舗が出てきて、うんうん、コンビニもたくさん出てきて、この町わががなくなる、うん、明らかに経営は難しくなってくると思う、うん、絶対、うん、なんでかって言ったら知名度がでしょ。そうだよね、ローソン宣伝してるし、ファミマもセブンイレブン、うん、そうそうそう、これたちは大きな母体に乗っかかっているわけでしょ、うんうん、そこで店舗やる人たちは何の努力もしないわけでしょ、うん、やってくれてるから、うん、ポイントあるし、だから
今度購入する自分たちがね、うん、その町側の良さを発信していかないといけないかなと、うん、あーなるほどね、どっちかっていうと、そうなんだよね、うん、こんな町がいいのがあるよとか、うん、なんかお互いそれができるようにしていかないと、うん、ダメ、絶対その入ってくるものは拒めないし、うんうん、だからこれと例えば基地の問題があるでしょ、うん、基地がなくなったらこのいる人たちがじゃあどうやって生活を立てていくかっていうのはみんなで考えないといけないと思う。そうでもね、うん、あれなんですよね、なんていうのかな、例えば私たちが一消費者としている場合、うん、町側に行きますか、うん、実際最近行ったのいつですか、ああって言ったら、うん、もう覚えてないでしょ、うん、さっき行きましたよ、うん、あ本当これあこれね、町側で買ってくる、あ本当、なかなか考えたらコンビニに行ってる方が多いと思うんですよ、うん、商店とかよりも、うんでそう考えて一消費者でしょ、うんまあ、確かに私たちはこう発信するっていう、うん、あのそういう、ね、ものですが、まあ、実際に消費者として、うん、一消費者として見てみれば、まあ、やっぱりコンビニを多く使っているわけですよ、うん、でそうなった時にうーんって私は思っていて、うん、何かいい方法はないのかって思って、例えば、うんコンビニもそうなんだけども、もう町はとか商店をこう支え合いながら行ける方法みたいなね、うん、考えてたんですけど、そういえば、うん、もう大人になると運転免許を取るともうほとんど運転ばっかりで歩かないですよね、うん、で商店とかっていうのはもうもはや車で行く場所じゃなくて昔歩いて行ってた場所だなって思ったんですよ、うんうん、でも本当に近くにあって中道とかにあって、うん、だからなんていうのかな、こう子供たち、車を持てない世代の子供たちが、うん、やっぱ商店ってすごくなんていうのかな、利用してる、うん、もうほとんど多分子供たちか、うん、年寄りのおじいちゃんおばあちゃんもう車運転できないような方たちが利用してるのがもう大半じゃないかなと思ってて、うん、もうその人たちに関してはもうやっぱりオアシスだと思うんですよ、うん、こういう町側とかって、うん、まず料金めちゃめちゃ安いじゃないですか、うん、もう10円台もはや5円台ぐらいからお菓子とかも置いてあって、うん、でもコンビニって5円プラス消費税いくらとか、うん、でも5円の商品がまずそもそもないとかね、うん、もうだいたい100円から始まるお菓子が多い、うん、でも小学校の時って100円握りしめてこの100円でいかにお菓子をたくさん買えるかみたいなので、うん、10円のこれとドーナツチョコドーナツの10円2個と、うん、みたいな30円のこのグミと、うん、合わせて100円みたいな、うん、そういうのを通してこう商店使ってたなっていうのがあったので、まあ、なくなってしまったら、もしねなくなってしまったら今の子供たち、うん、どこでお菓子買うのみたいな、うーんあーなるほどね、うんとかって思ってたんですけど、昔はね、昔っていうか私が小学生の時なので15年ぐらい前は ほとんどコンビニがなくて、うん、まだね15年ぐらい前は、うん、なので隣にあるマルシマストアっていうところでなんとこ使ってたんですけどそうマルシマストアで使ってたんですけど、やっぱそこでお菓子を、うん、もう100円でどうにか買うとかで、たまにちょっとなんか賞味期限が切れてるようなものもあったりして、うん、おばあこれ切れてるよみたいなとかで、洗剤もなんかすごいホコリがかぶってるとか、そういうのも今だったら見たらさ、うん、はなんでこんななんていうの商品にこうほこりついてるのとかってクレームになるのが、うん、昔はそうじゃなくて、おばあこれ拭いてた方がいいよとかって言えるぐらいのなんていうの豊かさがあったわけ、あったな、なんかそういう心がだん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 ちょっと薄れてきてるなっていうのもなんか悲しいなとかね、うん思いましたけど、ますますなるかな、ね、そうなんだよね、なんかしないといけないね、だからやっぱり自分たちとかこう伝える側がその良さっていうのを、自分今日イチャガリ持ってきたんですよね、イチャガリあります、はい、これギノザ村にもともと新里商店っていうのあったんですよ、へーどこにあったんですか、ギノザに、ギノザのどこにあったんですか、ギノザです、いやギノザのどちらにあったんですよそれが浦添市に移ってきたんですよあ出てきた、あそうなの、はい、あらあら、なんでなんで、2年前に移ってきたらしいんですけど、これの発信元をしてるのが、うん、D 沖縄っていう、うん、サイトがあって、はい、このサイトを見て、うん、あここに移ってきたんだっていうのが分かってたんだけど、うん、こんな身近に浦添市にあるんですね、うん、そうなんです、2年前からこういうのあるんだと思ってたんだけど、なんか身近なところにそういったね、でこのイチャガリって塩せんべいとイチャガリのこの2つしか売ってない、うん、でなんといくらですか、1本7つで100円、安い、ちなみにこれをちゃんとした袋に入れると、うん、
7つで200円。はあ、結構硬いですね。あ、そうですよ。これ硬いっすよ。全国のベスト3に入るぐらいの硬さのお菓子です、うん、あ、そうなんだ。私イチゴリ初めて食べた。これにはまだ秘密がある。何？食べていくとわかるよ。え、ちょ、たどり着けるそこに。あー、このペースじゃたどり着けないかな。何がある？入ってるんだよね。何が？ごま？何が？何かが入ってるんだよね。え、ちょっと怖い。何？え、おじゃさん、ん？ガリガリ。このイチャガリダメージダメじゃないですか。初めて食べた。ダメダメ。もっと食べないと。へえ。あ、え、最後まで食べて。じゃ開けようかな。でも。え？間に合わないから。違う開けようかな。ああ。じゃ本当超硬い。終われないね。もう沖縄のお菓子と言ったらイチャガリ。え、そう、私沖縄のお菓子と言ったら、うん、タンナファクルーなんですよ。あ、まあそれもわかる。私タン黄色いパッケージのね。なんだこいつは。私ね、マイクをいじめるな。そう、マイクが私をいじめるんですよ。そう。あのね、マイクがこうなってる。そう、歪んでるわけ。そうそう。じゃあこれできないんですよ、ゴムの関係で。なるほどね。本当だ。あ、そうなんだ。私タンナバクル派なので、あー、あー、ノーマンジュとか、ノーマンジュじゃないんだけど、じゃないか、タンナバクル、あー、黄色いパッケージの、え、違うんだけど、タンナバクルわかります？わかるわかる、あの黄色いあれでしょ、袋に入ってる、黄色い袋だっけ？いや、いろんな袋ありますよね。380円ぐらいのスーパーで売ってる、黄色い文字で書かれたやつじゃないの？あるある、タンナバクル、あ、本当？あ、でもいろんなのがあるね。そうそうそう、あの黒糖味のね、柔らかいやつ。タンナファクルね。そうそうそう、大好き大好き。ね、美味しいよね。美味しい。あ、そうそう、イチャガリ初めて、後で食べます。なんか結構硬い。このイチャガリねと塩せんべい作った時に、うん、塩せんべいにの四隅にあれができるでしょ、天使の羽って。うんうん、はい、それもたくさんあったわけ、たらいの中に。うん、でおじさんに、うん、すいませんこれ売ってくれませんかって言ったら、これね、商品じゃないからって言って、はい、あ、じゃあちょっともらえませんかって言った。いや、これね、商品じゃないからって、はい、でちょっと味していいですか。お、味はいいよって言って、で食べたら、あの市販されている天使の羽の味ではあるんだけど、うん、塩がまぶされてないから、うん、そのままの味なんですよ。でもなかなか美味しくて、おさん、これいけるけどこれだけ袋に売らないですかって。いや、これ商品じゃないから。まあ断固拒否、うん、じゃあこれだけもらえませんかみたいな、うん、いや、これ商品じゃないから、もうあの売れるもんじゃないし、いや、だからもらう、うん、これ食べられない。俺も食べて欲しかったんだけど。断固として、うん、今まで、うん、何このとっても優しくしていたのが、これだけは売らないよみたいな。なんでだろうね。どうするんだろうこれ。知ってるんでしょうね。この天使の羽があることは知ってないんですかね。知ってるよ。知ってる。あれと味が違うんだって。うん、ああ、何かあるんでしょうね。私たちにはわからないこう職人さんの何かが、何かが。それを自分は感じて、今日なんか、うん、うっと思ったから、うん、余計にこのイチャガリ買いたくなって、また別個に。なるほどね。まあまあまあ、もう後で食べようかなと思いますけれども、さあ12時40分になってますが、はい。はい、チャーリーの P コーナーあります？はい、ありますよ。今日はですね、あの僕最近、学校も始まって、あ、もう始まってるんですね、はい、給食なども出てきてですね、いいな。その中でトマトがよく出るんですよ。何が出てる？違う違う違う、打撲？どこどこどこ、こっちこっち、これそう、もうちょい、そうそうそう、もうちょい、もうちょい上、こっち、そう、打撲？痛くない？シミ。え、嘘。打撲かなと思って。シミじゃないかな。じゃないと思う。そう、シミだよ。だって今までなかったもん。皆さん、本当にこの女子の皆さん、ニキビやらシミやら。いや、シミだよこれ。じゃないと思う。そう。じゃないじゃないじゃないよ。打ってないもんここ。痛くはないの？うん。え、なんか鬱血してる感じ。そう。やばい。さあ、そして。今一瞬違 う、うん、う、我に返ってた今。そう、全然だってびっくりしたもん。そう、そんなに頭打ったのか。光の反射じゃない。じゃないじゃない。しかもほら最近ノーメイクだったけど、そんなその時も感じなかった。嘘だ。ほんとほんと。あったよこれ。ないない、こっち。あ、逆にあれ塗ったからかな、シミ隠し。シミ隠し塗ってシミが浮くってはないでしょ。ちょっと白すぎたのかなみたいな。あ、すいませんね。はい、そして、はい、どうぞ。メガネかけ始めた。うん。ちょっと大丈夫かなと思って。あと、
はい、君も気をつけてね。あの、まあ、さっきから髪の毛引っ張られて、はい、そういったですね、はい、何だったっけ、ご婦人、あ、ご婦人、ご婦人、ガールズ、ガールズにとってとってもいいっていうのでね、これ給食の時もよくあのメニューの紹介で出されるんですが、うん、まあこの時期といえばトマトですよね。うん、そうなんだ。あ、ね、え、トマトじゃないですか。トマトか。季節ですよ、トマト。あ、そうなんだ。ね、まあトマトいろんなところで紹介されていきますけど。え、夏野菜がトマトってこと？そう、夏野菜。なぜかというと、こう夏バテるでしょ。うん、で、ゴーヤーっていうイメージがあるじゃないですか。うん、ね、まあ、ゴーヤーもそうなんだけど、ゴーヤーとプラスさらにこのピコリンが入ってる。あ、リコピン。違う。リコピンじゃない。違う、ピコリンでしょ。二人ともちゃんとしたこと伝えよ。ピコリン。リコピンは違う。あ、じゃないか。リコピンは違うね。コピリンだった。え、ニコピリア。それウィキペリア。ニコピリア。可愛くない？ニコピリア。ちゃんと言いますよ。リコピン。リコピン。リコピン。私リコピンって言わなかった。言わなかった。私なんて言った？ピコリ。ピコリ。ピコリ。リコピン。リコピン？リコピン。じゃあコリピン。コリピンじゃん。リコピンって言った、リコピンって。あ？リコピン？リコピン。リコピン。リコピン。ほら。リコピンだった？リコピン。違うよね。発音が違うんじゃない？コリピン。リコピンって言った言った言ったよ。リコピンって言ったよ。言ってない。ちょっと9月3日放送聞いて聞いて聞いて。全体違う。発音が違うだけでリコピンって言った。リコピン？リコピン。言った言った言った。言ってないよ。ピコリンじゃなかった？ピコリン。確か。私リコピン言った言った言った。本当に？言ったよね。誰か教えて。聞いてみましょう。誰もいない。ね、はい、はい、リコピン、はい、リコピンね、リコピンね、うん、それからクエン酸、うん、でちょっと聞きづらいと思うんですけど、はい、ケルサチン、チリサチン、ケルサチン、ああテルサテンみたいな、ね、言うと思ったよでしょ、はい、言うと思ったね。あとカリウム、カリウムいいですよね、鉄分とかね、であとグルタミン。じゃあこれがどんなものなのかっていうので、さっきあの出てるリコピン、うん、何ですかこれ。これ、うん、これは、リコピンは、うん、まず、うん、夏バテ防止になる。違う。日焼け防止。あー、ちょっと違う。美白になる。あー、そう。うん、お肌ケア。うん、はい。で、老化が気になる人。はい、私、だいぶ。Me too。Me too。これ、強い抗酸化作用を持ってて、シワ、シミの予防。お、リコピンね。はい。はい。それからクエン酸、うん、あ、これクエン酸というのはこの酸っぱさがありますよね、うん、トマト、うん、でこれ疲れ疲労防止、おいいですよね、うん、それから、さっき言ったテルサテン、テルサテンね、うん、テルサチン、テルサチンね、はい、これが、血管強化、お、まあ、動脈硬化とな、うん、血液のサラサラ感を作っていくというテルサチンで、さっき言った、食物繊維、はい、まあ、成長作用、お腹のね腸を整える。うーん、でなんとコレステロール値を下げる。で5番目、はい、カリウム、うん、あ、6番目カリウム、むくみ解消、うん、血圧の上昇抑制、うん、いいじゃないですか。で最後のグルタミン、うん、これが内臓脂肪を、取る、まあ、ダイエット効果。トマトすごいな、うん、そんなに入ってるんだ。入ってるんですよ。お肌の保湿効果、うん、保湿、カサカサになったお肌を保湿分を、うん、提供するということでですね、これだけいいものなんですね。ですよね。で、なんですよね。知りませんよ。私たち見てないもん、何も聞いてるから今。聞いてないですよ。それで、はいはい、僕最近気になったのが、うん、あるお店で売ってるんですけど、うん、まあ、どこで言いませんけど、カネヒで。言うと思った。うん、もういつものことじゃないですか。そろそろちょっと新しい感じに行きましょう。ね、このカネヒで売ってるんです。金秀で、はい、金秀で、タウンプラザ金秀だった、タウンプラザ金秀、そっちだ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 そっち、ちょっとやってみて、タウンプラザ金秀、金秀は合ってた、タウンプラザはちょっと違う、はい、そして、はい、のですね、メーカーでデルモンテさんが出しているもので、うんうん、トマトにあるものが入っているために、うん、トマトってちょっとさっき言った甘酸っぱさが、うん、あ、酸っぱさがあるでしょ、うん、でもこれ入れたために、え、余計酸っぱくなるんじゃないかなと思って、はいはい、レモン正解、はい、めっちゃ簡単やないかい早いあ、入れてるんですか。入れてるんです。あ、でももっとさらに栄養価高くなりそう。
で酸っぱい酸っぱいだから酸っぱそうでしょ、うん、それがさっき言った甘酸っぱいんです。甘くなる？ん？甘さが出てくるんですよ。へえ、レモンかけて？トマトの甘さじゃなくて？トマトの中にレモンが入ってるんですよ。うん。お、あ、っていうな、何？いい新商品？新商品。新種？新種。トマトがにレモンが入ったものが？トマトジュースの中にレモンが入ってる。何ですか新種って？あ、でもそれ見たことある気がする。え？え、それ新商品ですか？新商品ですよ。なんていうやつ？え？トマデルモンテ、うん、トマトエンドレモン。ああ、そのままないかも。まあちょっと今ちなみにあのちょっとリスナーのキャンさんから、はい、山田さんちゃんとリコピンって言ってたよって。ほら、聞いてたんだ。ほら。なんかほらって。なんだほらって。ほらほら。ほらーって。ほらー。今ちょっとなんか映画に使えそうじゃなかった。ちょっと。ほらー。あのさ。全く関係ないけど。また髪の毛引っ張られたらマイクにもやだこいつ。ほら。近いのよ。違う、歪んでるから。ほら。こうか。近いのよ。ちょっとそれロッカーになってしまう。はい、はあ、はあ。あの、はい。まあトマトはそれだけいいということなんですけど、うん、トマトと全く全然関係ないんですよね。うん。うん、何？まあそれは、まあ、終わりね。うん。あ、終わり。トマト終わり。トマト終わり？トマト終わりね。はい、じゃあもう話変えていい？ええはい、トマト終わり、トマト終わり、とりあえずトマトをたくさん食べるということですね、うん、ああ、また食べたトマトいいっていうことですよ。トマト食べれる？トマト食べれる。トマトちなみに生で食べた方がいいのか、煮て食べた方が栄養あるのかとか、ね、野菜って結構あるじゃないですか、はい、うん、これは、うん、生で食べた方がいいの？いい。へえ。温めるとか、温めるとそれだけの栄養価が、うん、まあ、少なくなるので、うん、トマトはサラダで食べた方がいい。そうなんだ、はい、じゃあそうしますね、今度から、はい、じゃあちょっとでまたまだあるの、今閉めたんですけど、私温めると、はい、またなんかねそれぞれの効果が出るんだけど、さっきの6種類は、うん、生で食べた方が吸収しやすいみたいなね。あ、分かります。ちなみに、はい、あの私カレーライスを作るときに、はい、あの普段違う、あの油入れて、うん、普通野菜とかお肉炒めて水入れてカレーじゃないですか、うん、でも私できるだけあの油使いたくないから、うん、いつも水にもう野菜全部入れてから、うん、肉も入れてから、うん、もう何て言うの、煮てからのカレーやってたんですよ、うん、カレール、うん、そしたらなんか栄養士さんがちょっと間違ってるよって言われて、ちょっと待って、その栄養士ちょっと呼んで。なんでなんで、どうしたの？なんで？なんかその理由は、うん、あの確かに油を引く、したくないっていう人は多いんですが、うん、野菜の栄養をしっかり取るためには、うん、油で炒めた方がいいらしいんですよ。例えば人参とかでも、その人参のあの栄養素っていうのは油で炒めることによって、うん、さらにそれがなんか取りやすくなるというか、なんかいろいろなんかそういうなんか説明してたんですけど、詳しいことはとりあえず知らないんですが、うん、結果的に油で炒めてからやっぱり水入れてちょっと煮てカレーを入れた方が野菜の栄養素っていうのは十分に取れるっていう話をしてたんですよ。意外。そう、意外だったの。油で逃げると思ってた。そう、私はなんか油ってなんか油っこいなって思ってたの。油で炒めるでしょ。そう、人参、じゃがいも、玉ねぎ、そうそうそう、と肉と、ね、うん、だからやっぱりそういうあの作り方っていうのちゃんとあるじゃないですか、もともとね、うん、それはそういう意味も込めてしっかりあるんだなって思ったんですよね。私はね知らなかったんですけど、まあそれでまあそんなまあよくわかんない話したんですけどはい、ではじゃあちょっとこちらとあなたとピータイムの時間に行きますね、はい、あと残り10分になりました、はい、チャーリーさん、若菜さん、南さん、こんにちは。こんにちは。久々の生放送、久々に3人揃いましたね、はい、面白トーク、楽しみにしてますと、はい、いうことで、うん、ラジオネームてっちゃんを改め定通師匠って書いてありますけど、あ、いますよね。なんですか定通師匠って。笑ってる笑ってる。てっちゃん定通師匠に変えたの？そうなの？あ、ほらもう師匠の髪の毛が立ってる右側なんか立ってる、本当だ、なんかあのあのなんていうの、コナンみたいなやつ反応したみたいな、そう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 、事件だみたいな、そうそうそう、はいですね。なぜか定通師匠、な、何か師匠になったんですか？師匠、師匠になった。おお、師匠、師匠だ、師匠、師匠、あ、そう、師匠なんだろうね。師匠、何の師匠だ。師匠いいじゃないですか、ね、何の師匠かな。師匠ですよね。コナンの師匠
はい、で追記、はい、今日はこの後ライカムでビギンの上地さんとかりゆし58を見て、うん、全東エイサー祭りに行ってきます。ビギンの上地さんとかりゆし58を見てくるの。あ、ビギンとかりゆし、私ビギンと一緒にかりゆし58を持った。違うね。あ、違うのかな。鉄がビギンと一緒にかりゆし58を見ると思った。違うよね。あ、そういう、まあ両方見るということですね。そして全東エイサー祭りに行ってきます。素敵な一日をということで、今日はですね8月27日、うん、そして明日まで全東エイサー祭り開催しておりまして、はい、ですね今年の全東エイサーは、うん、今日で14団体、明日で14団体、うん、で昨日の道順ねで、うん、5団体かな、うん、計33団体出るということで、うん、でまあいろいろ昔は全東エイサー祭りって沖縄市中心の青年会が多かったんですよ。でも今年はそうではなくて、結構遠いところからとか、うん、例えば、保存会になるんですが、石川エイサー保存会といって、もうこの青年活動をしている、このエイサー活動をしている最年長の方がいる、うん、80何歳だったかな、の方がやってる、花城さんね、いらっしゃったりとか、うん、本当に当たってる、当たってます本当とか、はい、怖い。エイサー検定1級取ったんですよ。嘘、うん、本当に。あ、1級取ったんですか。取りました、ね、すごい。特級、特級は次。あ、で花城さん出てました、問題に。あ、本当に。そうそうそう、最年長の、ね、方だったり。で、あとは今回うるま市から昆布青年会、うん、で他には、まあ、やっぱソンダとかもすごい多い、うん、出るんですが、あとうるま市から変な、あ、違うな、へしきや青年会、東、ね、今回は上がり、上がりです、上がり、はい、西東じゃなくて上がり入りって言いますからね、はいはいはい、上がりが出るということで、うん、なんですけども、まあ、全体エイサー祭り、そして、うん、また、来週9月3日、まあ、今日の放送にもなるのかな、9月3日には、うん、うるま市エイサー祭りが、9月2日3日4日の3連チャンで、中川さんいつです？3日間です。3日間でやる。そうそうそう、私はもう4年連続3日間。すごい。ふふってしてるんですが、別に何でもないんだけど。いや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 、でかいよ、でかいよ。でかい。何でもないんだけど。違う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 、私は、そうそうそう、サポート役だからね。いや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 。エイサー出てる方たちが主役だから。ああ、そう。そうですよ、私はもうサポート側なので、私じゃなくて、そうそうそう、エイサーのね、人たちを見てほしいんですが、今年はですね、やっぱまず前日の前夜祭は、うん、2つの会場に分けて、うん、うるま市のあげなっていうあげな十字路のところを、うん、歩行者天国にして、うん、で1つはエイサー団体で、もう1つは棒術とか獅子舞とかね、そういったまあ、アトラクションみたいなのをすることに。あげな十字路ってあれですか、例の丸密渋滞が起こる。あ、じゃないじゃない、じゃあもうちょっと石川寄りですね。はい、すごい栄えてるところ。どこだ、昔のブックボックスとかがあったり、今ツタヤとか、そうそう、丸栄とかがある通りですね。五円とかがある通り。丸栄じゃなくて丸栄。丸栄ですよ、丸栄。丸栄。うるま市は丸栄です。で、今日は与那城、今日はというかもう9月3日4日は与那城にある、うん、球技場の、球技場、うん、まあ、あそこの広場でやるんですけれども、最9月3日の土曜日の鳥は、うん、どこだったかな、どこか、あ、やけな青年会。このやけな青年会はすんごい私大好きなんですけど、衣装綺麗ですよね。衣装なんか今度頭巾かぶってるんですか。頭巾、あ、まあそうそう、頭巾かぶってるかも、うん、なんかね、やけな青年会見たことない。ないですか、うん、めっちゃかっこよくて、何がかっこいいかっていうと、まず足の上がり具合、これは他の青年会ではなかなか見れないぐらいすごい足の上がりです。すごい上げる、上げる、上げる、この腰、あ、足の膝がそうそう、胸に当たるぐらいの足の上げようなんですよ。そう、本当にこの膝が胸に当たるぐらい、うん、これが40分ずっとです。しかも太鼓は、太鼓パーランクです。あ、パーランクだけ。大太鼓なし。大太鼓ある、ある。大太鼓激しいですよ。そう、激しい。でチョンダラでも20人から30人ぐらいいます。多いな、はい、すごい多い、はあ、で大太鼓もすごいたくさんいて、ね、でもパーランクもすごいたくさんいて、へー、そう、本当にかっこよくて、でこれがうるま市エイサー祭りなんと3年ぶりの出場なんですね。へー、もう本当に出てなかったんだ、3年間断られてたんですよ。
逆に。あ、出ませんと。あ、僕たちは出ませんと。そうそうそう。なのでどうしたんですか今年は。いろいろあってで3年ぶりにうるま市営祭りに帰ってきたということで。おーすごい。そう、ぜひ、そう、ぜひぜひ本当に私は正直ね、はい、全部の A さん好きですよ。やっぱり独特で、いろいろね、あの、チョンダラもいれば、遭遇やってるところもあったりと、いろいろあるんですが、全部の A さん、今まで見た中で一番かっこいいと思うのが、やけませんか。もうめちゃめちゃ。ドキュメンタリーしてほしい。そう、あの、顔もかっこいい。顔もかっこいい人多い。ズキューン。ズキューンって。で、あの、体型、うん、もう、あの、まっすぐさ、うん、声の大きさ、そして、あの、足の上げ具合と、パーランクーのこのバチさばき、めちゃめちゃかっこいいので、うん、ぜひこの土曜日の鳥は見てほしいですね。鳥だけじゃないですけど、たくさんいますけど。そうそうそう。で、日曜日に、うん、まあ、あの、赤の青年、もう有名な赤の青年会、天眼青年会、うん、昆布青年会と、パッパッパッと、もう本当にすごい団体。うん、こっちはもう、締め太鼓と大太鼓で、うん、もう本当に、まあ、沖縄市でいう、そんだ青年会みたいな感じの、うん、本当激しい感じでもあるんですが、まあ、もうファンはすごく多くて。っていう感じです。さあ残りもう2分ですね。ですはい、なりましたが暑いですね小田さん。いやエイサーとなりますとやっぱり私も青年会所属してたのですごい今やけな結構暑く。え、若野さん何青年会。私具志川青年会って言って、あ、まあ100年以上の歴史があるあの古い青年会なんですけど、あ、まあ、人数少ないんですがハワイに行ったり東京に行ったりそういう公演もいろいろやってるようなあの歴史ある青年会でやってまして、そうですよね、そうそうそう。なのでねもう絶対うるま市営祭り来てほしいです。うん、あ、金曜日は金曜日もやってますが、はあのアゲナ十字路の近くのところでやってますので、でそこであの具志川青年会も出ますので、私がここの具志川青年会はパーランクーの不思議な形だったり、スカシの踊りだったり、いろいろあるので、もう本当面白いんですよ。ぜひあの見に来てほしい。暑いです。はい、です。さあ残り2分かなとなりました。はい、ね、実はキャンさんからもメール来てたんですけど、はい、ちょっとごめんなさい、今日は読めなかったです。私のなんか。エイサーの話が多くて。で、うん、ですね、最近来ないねーっていう話をしたら、うん、まあ、今トレーニング中ということで、うん、アスリート&男前になるためにっていうことでメールが来てましたよ。なんだ、ね、何が起こってるんでしょうか。うん、さあ、残り1分。さあ、今日はですね、8月27日土曜日分と、9月3日土曜日分を、2週続けて、はい、この放送を流しますので、うん、皆さんご了承ください。それでは、はい、また来週でございます。さよなら。さよなら。小田さん、はい、終わってるんですね。終わってるよ。終わってるでしょ。終わってますね。はい。終わってますね。イチャガリ食べたいな、私は。いや、今日来週はね、青年、あの、エイサー祭り多いからね。うん。ぜひ本当に。ピークだな。ピーク、今が。だってその前はふるさとだったし。前頭はやけなは出ないの？前頭やけな出なかった。まだ1万人さんもあるよね。終わった。先週。だいたい9月の最初らへんに1万人。昔は8月1日だったけどね。これが入ってる。あ、ベーコン？イカ。イカ？イカゲソ。あ、なるほどね。すごい。そう、もう来てくださいね。うん、ぜひ。三四なんか久米島に行く気がする私。あ、本当？うん。そうで、またその次、9月の11日は、うん、金の中川の金の中川っていうところで、またこの、エイサーがあるのみたいなのが多いね。もう終わったのにね。もう終わってからが、やっぱり忙しいんですよ。へぇ、結局、こう祭りに出ることが、青年会にとっての、やっぱ資金の集めにもなったりするので、例えばパーランク買ったり、衣装買ったりっていうのがあるので、やっぱりできるだけ営業とか祭りはでかいのでね、1本あるとか、出た方がいいなって思います。で、モチベーションも上がるし、確かに、やっぱ見てるよとか、聞いてるよとか、かっこよかったって言われたら、すっごい嬉しいじゃないですか。男って単純。そう、いや、思うんですよ。私はすごいなんか見られた。あー、でもかっこいいもん、本当に。そうなの。踊ってる人たち。やっぱみんな誇り持ってるよね。いいなって思うもん。そう、自分たちの青年会にすごい誇り持ってる。
まあ、いろいろあるんですよ。やっぱりあの、ね、その地元の年配の方たちが見た時にちょっとスカート短くないかとか、踊りがなんか昔違うよ、こうじゃないよ、こうだよとか、あるんですよ。そうそう、昔ながらの、こうだよとかね、もっと足上げてみて、そうそうそう、なんで手まっすぐなの、もし柔らかく、なんかこのなんかザルを持ってるようにとか、いろいろ指摘されたりするんだけど、それがまたなんかこの地元の人たちとの会話にもつながるし、ああでも言われたいはずよ、昔こうだったら自分たちこうやって、うん、またこの人たちも、うん、また大人になって、ね、青年たちに自分たちがこうだった、うん、そうそうそう、もうね、ほんといろんな意味で青年会活動するかもしれない。あめっちゃイチャガリしてなんか今日多くない、ね、あのメガネの人は初めて見たよ、この方、うん、あ、わかんない、ムーニー先生って、え、ムーニー、みんな先生なんですか、あ、みんなムーニー先生みんな、みんな先生なんですか、そうなんですよ、もうね、本当にね、イーサーまでぜひ